ジキル博士とハイド氏は、ルーベン・マムーリアンが監督した、1931年のアメリカ合衆国のホラー映画である。この映画は薬によって温厚な科学者から、無礼な殺人鬼へと変わってしまう男を書いた、ロバート・ルイス・スティーブンソンの小説、ジキル博士とハイド氏を原作としている。1950年以前にパラマウント・ピクチャーズが制作していた他のトーキー映画と違い、この映画の権利者はユニバーサル・スタジオではない。メトロ・ゴールドウィン・メイヤーが1941年に公開した映画のためにこの小説の映画化権を得た際、この映画の上映権も買い取った。テッド・ターナーが一時的に MGM を所有した後、ターナーエンタテイメントにこの映画の権利が渡り、それからタイムワーナーがターナー株を買い占めて営業権を握った際に、ワーナーブラザースへ渡った。それ以来、ワーナーホームビデオはこの映画と1941年のリメイク版をセットにした正規版 DVD パッケージを売り出している。この映画は、ヘイズ・コード適用前に制作されたため、ミリアム・ホプキンズ演じる、売春婦、アイビーについての具体的な描写など、当時としては、性的要素の強い作品である。映画のオープニングには、バッハのトッカータとフーガニ短調が使用されている。この映画は、すべての人間には、善と悪、両方の面があると考えている、ジキル博士が、薬物実験を行うことを物語っている。ジキル博士自らの悪の面を解放させるために薬を開発し自ら服用した結果、大酒飲みで女の尻を追いかけるハイドと化した。ジキル博士はすぐに薬物中毒になり、暴力的で落ち着きのないハイドをコントロールできなくなる。ドクター、ジキル&ミスターハイド IMDB。ありがとうございます。